北山博光の38歳誕生日にトべが送るサプライズ。YouTube ライブで何が起こるか皆さん、こんにちは。ジャニーズ事務所の元キスマイフと2メンバーで、北山博光さんの38歳の誕生日が迫っています。そして、その特別な日に、飛べ、トゥービーから素晴らしいお知らせがあります。YouTube ライブで何が起こるのか、ワクワクしませんか 今回の記事では、トベの最新情報をお伝えし、北山博光さんのファンにとって楽しみな出来事について詳しく掘り下げていきましょう。トベが9月17日に YouTube ライブを発表。9月13日、ジャニーズ事務所前社長の滝沢秀明氏が設立したトベから、待望の発表がありました。それは、なんと9月17日土曜日午後7時からの YouTube ライブです。 この情報が公開されると SNS 上では瞬く間に拡散されファンたちは大いに盛り上がりました。トべの公式アカウントはライブ告知を2023年9月17日19時トップッョン、TV、a 0 4と短く簡潔に投稿。しかしその中には赤い靴にブラウンのパンツを履いた足元の写真が添えられており、 これがファンたちの興奮をさらにかき立てました。飛べの過去の YouTube ライブは大成功。飛べはこれまで YouTube ライブを通じて驚きと感動をファンに届けてきました。 1>, 1では、元 V6 の三宅健さんの登場が、2では元キングプリンスへの平野陽さんと神宮寺ゆうたさんの合流が、そして3ではインパクトオーズカライムプアップの解明とともに、イムップのメンバーが参加することが発表されました。そのため、今回の4にも期待が高まっています。 ファンたちは8月末にジャニーズ事務所を退所した北山博光さんの登場を期待しており、彼がトベの YouTube ライブに参加するのではないかと予想しています。さらに、この日が北山博光さんの38歳の誕生日であることも興奮を高めています。ファンの歓喜の声が続々と、SNS 上では、 トゲの YouTube ライブに対する期待と興奮の声が続々と上がっています。ファンたちは期待していいですよね。疑問符岸すぎて鳥肌が、あ、誕生日に来たると思った、よこんな早いんだ、あといったコメントを残しています。北山博光さんへの愛とサポートがコメント欄を彩っています。結論、9月17日は待ち遠しい日。まとめると、 北山博光さんの38歳の誕生日に、飛べからの特別なサプライズが用意されています。YouTube ライブ当日何が起こるのか、ファンたちはワクワクとした気持ちで待っています。飛べの YouTube ライブはこれまでにも多くの感動を届けてきましたが、今回は特に特別な日となりそうです。ぜひ、9月17日の午後7時を楽しみにしていてください。最後に、 北山博光さんへの誕生日お祝いと飛べへの期待が素晴らしい1日を作り上げることでしょう。お楽しみに。記事は以上です。右丸カッコ。この記事では北山博光さんの誕生日と飛べの YouTube ライブについて詳しく紹介しました。ファンの皆さん、9月17日の午後7時は絶対にお見逃しなく、楽しい時間が待っています。 飛べの新たな驚きと感動に期待しましょう。